どうも皆さん、こんにちは。マハクです。バイオショック、続きをプレイしていきます。さあ、恐縮野郎をぶちのめしに行くか。いるね。おい。あれ、外したよ。おい。当たったよ。うん、その通りだ。お、マシンガン持ってんのか。おい、動き封じて。こいつなかなか硬いな。よし、回収。目的は、マーキュリースイートの1階、ほんほん、スーちゃんの部屋に行きダイアリーを探す。 OK。 ヒートボルトに切り替える。 OK。この辺は特に何もなさそうだね。おっと、タレットです。まだ来てる。やった。 OK。 危ないね、危ないね。 あまり突っ込むのもよろしくないね。まだあるね。ちょっと動きを封じてと、ハッキングさせていただきましょうかね。こうして、こうして上に持っていきたいんだよな。上にちょうどいいね。んで、ひーひー、あった。オッケー、オッケー、素晴らしい。私のために働くのだ。さーて、アダム250。あー、ライフ減らされたからな。ちょっと上げとくか。他は何があるのか。ハッカーもいらないかな、この辺は。これ取っときたいけどないな。あー、もうポイントないわ。失敗したな。まあいいや、これでいこう。とりあえず、ダイヤの原石。なんかいるな。めったに話はしないが、話しぶりを聞くと訛りはひどいし、イライラさせられる。髪は汚いし、毎日も嫌にされたことでいるよ。すまんねー、喋ってる間に。テネンバウムは今でもダイヤの原石だ。元気はないが、彼女を採用できたら、ハープシコードの前に座るモーツァルトのようにすごいことになるだろうな。おは？向こうのやつをこっちに引き寄せちゃおうかな。カメラあるわ。物騒なもん投げてくるね。まだいるわ。 OK。 動きを止める。止めてもう破壊しちゃおうか。なになに、あ、我がタレットが働いてくれてるのかい。援護する。ちょっとちょっとトラブルが発生したね。ふん、物騒なおばさんがリロードして、ほい、ナイス。やばいね、お注射して。もう一人どこ行った。ちょっとね、トラブルが急に画面がちょっと切り替わっちゃったんだろうな。こっち行けるっけ。あ、こっちから来たのか。
じゃあこっちだな。ダディがいる。何これ、このタイプはちょっと初めてだな。このステージのリトルシスター2人か。それじゃあちょっと時間をかけてトラップを仕掛けさせていただこうかな。ここと、はい、ここと、ちょっと距離開けた方がいいのかな。あー、なんで本店の影響、こいつ、オッケー。これでちょっとピアシングでカモン。やべやべやべ、来いよ、やべやべ、ビリビリしてるね、やばいよ。オッケー、倒した。そや、シスターどこ行った？リトルシスターどっか行った？せっかく倒したのに。ちょっと待って、なんかいるな。マジか、損したな。この辺あされるんじゃないか。なんかすげえ不気味な声が。生きてんのか。おい、まだいるね。なんか爆発したぞ。よし、よいしょ、漁らせていただきましょう。ここは電車駅か何かかな。クラフト、ですね、ちょっと高火力の武器を作ろうかな。武器というか弾を。いるねー。おっと、お、終わりです。痛いです。オッケー、今のは直撃したから即死でしょう。あー、そこにいるな。おい、外した。あー、でも、あ、まだ来てるわ。んで、そこに防犯カメラあるから破壊しとく。オッケー、ダディの声がするね。この辺あすれるものはないね。お、次はシスターがいるね。おお、やりあえやりあえ、上品なやつがマシンガン撃つか。あくね、いいよ、とりあえずやりあっといてくれ。やべ、バレてるか。あー、ダメだな。よし、来るね。弾がもうない。 ありゃ、まだカメラあるの。破壊しとくか。あると厄介だからな。
お、パワーステーション素晴らしい。何をあげるべきか、やっぱ火力のあるやつかな。グレネードランチャーダメージ向上アップ。グレネードに切り替える。まあ、いや、とりあえず矢印方向に行こう。あのテネンバウムは君の考えているような女ではないぞ。ナイチンゲールとでも言うのか。そんな、ここで電気はやばいな。私はいろんな世当たり上手を見てきたが、それだけでこのラプチャーや第二次世界大戦を無傷で過ごすことなどできるわけがない。ほう、君を見守っているのはそういう存在なのだ。やろう。フォンテインはスーちゃん、ラプチャーでは都市伝説のようなものだ。ほうほう、それがまた奴に権力を与えている。だがペテン氏は裏を返してもペテン氏だ。もちろん他のペテン氏と違う内定もある。それはいつか自分が騙されるんじゃないかということだ。だから奴はロット192、つまり精神コントロールプラスミドの解毒剤を作らせたのだろう。フォンテインは私にこの解毒剤のことは誰にも漏らさぬよう釘を刺した。テネンバウムにもだ。はあ、何か裏があると思ってた。さあ、目標達成。彼はきっとロット192をアポルスクエア近くの彼の研究所に。逃がすん。だけど前に内緒で持ち出したものが一つ、2階の自分の部屋に隠したの。それが何に使われる薬かは分からなかったわ。でもその時決心した。彼が裏で何かしているなら、おっ、強いぞこいつ。私はそれから目を離さない。あ、こいつ電気か。近すぎたわ。まだ来てる。いてててててて、まただ。こいつやばいな。これ早くしないと体力なくなるんじゃないか。長年虚偽の世界で生きてきてるんだから、そう簡単には抜けられん。ちょっと早く行こうか。こっちはなんかあるかな。なんかあるね。誰だ。またスーチョン。痛いよ、なんで。あ、有刺鉄線か。あんなとこタレット。ほう。子供は人間じゃない。なんてことを。これだ。オーケー。いんのか。やばいね。ダディには当てないで。オーケー。次は方向的に、あ、階段上か。でもダディがそこにいるから、写真撮らせて。ありゃ、待って、そんなつもりじゃないんだ。よいしょ。よかった、大丈夫か。どう来る？こ、待て、なんか声がするぞ。厄介なやつが来たね。おお、どうなってんだこれ。敵の周りぐるぐる回ってんだ。おお、当たった。どうなってんだ今の。ほい、
お前が俺を呼んだ。変な声がしたからな。よし、リロードして、ピアッシングに切り替えて、オッケー。あー、こっち来る。じゃあここにウェルカムトラップを設置させていただきます。待て、なんかいらんもん誰か仕掛けたぞ。待って、これピアッシングだ、もったいねえ。待ってくれ、うるる、終わりです。くそー、やつのせいでセンサーマインでちょっと、おいおい、よいしょ、とりあえずこれでもう行く。うん、痛い。走ってくるんだ。やべえ、あのダディやるぞ。オッケー、一旦後ろに回り込んで、ほい、あれ当たらんぞ。さあ、リトルシスターよ、正気に戻るのだ。大丈夫だ。よし。アダムは人間のあらゆる面を改善した。ありがとう。政策の問題になるわね。うむ。魂を成長させるプラスミドがあるはずよ。きっとあなたの遺伝子にその魂を成長させるプラスミド。子供に贈り物を持たせるわ。きっとあなたの助けになるはずよ。お、ということは？どこだったかな、アダムの。あ、戻ってもないのか。先にあるところに行けば。うわ、いらんとこに仕掛けたな。ほい、上だね。次はもう一個上だな。あー、ちょっと待って。ホーミングロケットで破壊します。曲がったぞ。なんでそっちに敵いたのか。ダメだ。よし、破壊を確認。こっちだね。お前の声や。まあ生きてるよね。おい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 、そっから動くんじゃない。回復がないんだが、うーん、まただ。君に拳を振り上げるのはここにもないが、ビジネスはビジネス。ここが魚の餌。やばいな。フォンテインうぜえな。親父女の関係が気まずくなってるようだぞ。なぜフォンテインのほどのやつがあの不気味なドイツ女と付き合うかが理解しがたいよな。あいつならいくらでも楽に美味しい思いができるはずなんだけどな。ドアの暗証番号も5744に変えやがった。あの親父女がまた庭に現れないようにしたんだろ。5744、そや下になんかあったよな。誰か、あ、いるな。いるね。5744、5744。ほう。それが5744ってことだよね、多分。あー、タレット、こんにちは。
つの思い出くらいだ。そうか。こう。下。素晴らしい。オッケー。ここは？これ壊せるんじゃない？何様？よし。こっちだな。下に降りて、どこだったかな？番号があるとこ。あ、ここだ。なんて言ってたっけ？ 5744かな。開いたね。素晴らしい。一人の命を救うことは世界を救うことだって言ってたが、ほう、私はこの子たちのために居場所を作ったけど、救世主はあなたよ。あなたはどうするつもり？この町から子供たちを連れ出してくれるの？待て、カメラもあるぞ。先にカメラを破壊したいんだけどな。はい、直撃コッパみじん。何回同じこと言うんだ。死ぬ。隠れるんじゃない。オッケー、閉めた。やべ、ファーストエイドがもうない。回復がない。これやばいぞ。んで、カメラがどこにある？上か。よし。手を挙げた。おい、生きてんのかこいつ。よしやべえな。この弾の存在をずっと忘れていたというね。お、結構拾った今。よいしょ。ここを離れるのは寂しいものだな。私にとってラプチャーは楽しい場所だった。知識をひけらかす連中や口うるさい近所のばあさんに、バカな上に態度まででかい連中やらで、実にバラエティ豊かだったな。ほう、まあ、奴の好きにはさせんがな。フォンテイン。間抜けな連中だ。大物になれると信じてラプチャーにやってきたようだが、ザコにはザコの仕事があることに気づいていないようだな。だが、おかげで新たな視点を持つことができた。ありゃ、寝場所とスープを一杯提供してやれば、奴らは私に命を捧げる。救済センターさえあれば、軍隊など必要もない。これ普通に入れるのか。おお、仕掛けてるね。ほい、もったいない。よいしょ。 OK 素晴らしい。トラップは全て解除。なんだ。あ、ロットゲットしたのか。拾うだけ拾う。副作用の恐れがあるわ。え、マジで。ロット192の副作用が出てしまった。プラスミルとか不安定になり、一時的に装備がプラスミルを選べなくなってしまった。なあ、ほな。ロット192があなたのプラスミル構造を再構築したわ。でも投与量が足りなかったわね。副作用を完全に抑制するには、どこからか入手してもう一度投与しなければいけないわ。マジか。痛い。こうしましょう。アルテミススイートに行って、スタジオの研究室を探して、そこなら確実にロット192がもっとあるはずよ。ほい。うわわわわわわわ。
やばい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 。やばい、間違えた。おい、おい、グレネード。さあ消えてなくなるがいい。体力がやばい。誰か俺にお注射を。回復が欲しい。あ、でもなんか一時的にあれか、回復するのか。不安定だけど一時的に回復する。うい、どうせ選べないんだったらもうガンガン使う。おい、オッケーオッケー、とりあえず回復を。よし、いいよ。オッケー、休止状態。うん、でもどっちにしてもまあエレベーターには乗れないだろうからな。さあどこにあるんだそれ、もう一個。このまままっすぐか。ただビッグダディがいる。シスターはいない。んじゃ無視だね。うーん、オッケーオッケー。行き先はこっち。戻ってるね。おい、うん、やっとこか。回復とかないか。なんかすげえ撃ってきてるような気が。クソ、選べないから拾えないな。インフェルノ、ビッグダディ。お、どうも。この状態でプラスミドを再構築するなんて危険すぎるわ。今あるもので済ませなさい。ほうほう、よし。ダディを倒したいんだけど、とりあえず回復を5つと、こんなもんかな。でグレネード、グレネードで倒すか。よいしょ、オッケー。ほい、動きが早い。おい、おい、おい、効果力たまリロード、回復。ほい、よいしょ、あと2撃、あと1発。オッケー、さあ救いの手を。正気に戻るのです。オッケー。ありがとう。苦しゅうない。ありがとう。さあこれでこのステージのリトルシスターは全員救った。狙えんのか。狙えんというか変えられんのか。おかげで新たな視点を持つことができた。寝場所とスープを一杯提供してやれば、奴らは私に命を捧げる。ここか。
救済センターさえあれば軍隊など必要もない。そうかよ。さあ、アポロスクエア、呪いはまだ続く。なんかすごい雰囲気が急激に変わったな。はい、というわけで今回はね、この辺で終了したいと思います。次回もご視聴よろしくお願いいたします。それではさよなら。